あなたが先手です。はい、三段の方よろしくお願いします。対局開始。さあ、嬉野流、ね、あ、嬉野流、嬉野流出してしまったあとこれは右側で脱いでいくかな。さあさあさあ嬉野流パンツを脱ぐになりますよね。これはパンツ脱げそうな雰囲気が出てきましたが、振り飛車穴熊。ただですね、相手の玉が遠いっていうのがちょっと嫌な感じがしますね。パンツば脱ぐ。とりあえず脱げました。どういきますかね。とりあえずはまあ端攻めをするような感じでいいかな。お、相手も端に殺到してきそうな感じですね。角道開けてみるか、まあ、交換なら OK ですね。交換じゃないと、じゃあ端に殺到しましょう。で、お相手が動いてくる。2分30秒。これはこちらより先に動きたいっていう感じですね。ちょっと嫌だかな、これ。もういっちゃいますか。控えの K でいっちゃいますか。いってみましょう。ちょっと相手より早く動きたい。相手も来た。これは2分取るしかないのか。玉を寄りましょう。次は反撃します。反撃できるかな。これいきます。勝負します。さあさあさあ、どういきますかね。とりあえずは香車を走って、で歩を合わせましょうか。何で取ってくるかな。銀で取ってくるか。これは香車を打ちましょう。ここの強者なりは、まあ、玉を上がって逃げようかなっていう感じですね。これ取っておいて、これを守るかどうかで迷いますね。1分30秒。迷いますね。これはるか。いや、でも桂馬飛んでくるのちょっと嫌ですよね。1分。攻めてみますかやばいかな。さすがにやばいかでも生き残ってる気がしませんこれやばやばいっす。こいつメロ、こいつメロじゃなければ風なりますけど、メロな気がするな。メロな気がしてきたな。さすがに30秒。さすがに詰めろか、これは。あー、でもわからん。ちょっと読み切らん。詰めろだったかもしれない。銀なりは玉を前に出てどうかなと思うんですよね。
からこっちが詰まなければ私の勝ちかなと思ってるんですよね。さあどう来るか。銀成りは4五玉とします。20秒。これで捕まらないんじゃないかなと思っていたんですが、飛車打ちが飛車打ちで詰みか飛車打ちで詰んでますねこれ。ああ飛車打ちで詰んでますか。飛車打ちで詰みですか。あーこれはこっちしか行けない。角成りで終わりですかね。あーと許されるのか。10秒。ああ終わった。こがん時もありますよ。 ありがとうございました。あなたが後手です。はい、2段の方よろしくお願いします。対局開始。さあ相横歩取りということは居飛車できそうですね。おっと右試験だ出ました、出ました右試験。パンツが脱げないと噂の右試験です。お、いいぞ、囲ってくれ。振り飛車穴熊。ナイスナイスナイス。これならば脱げる。よしよし、いいぞいいぞ、いい展開だ。パンツば脱ぐ。で、位を取っておいて銀を進めませんとしておいて金を進軍して飛車を転換する。次5五歩したいですね。一回取るか。一回取る。五五歩ついておいて、2分30秒。角をいじめに行くかどうか。角道を通しておきましょうか。でですね、これは取ります。おっと引いてくると、これは突きがあるぞ。叩きの歩。これはと金を作って割と戦いやすい状況。さあ多分角を取ってくるんじゃないかなと思います。おお、そんな手があるのか。おお、これ受けづらい、意外に受けづらい、意外に受けづらいぞこれ。ちょっと歩つくで銀を出ましょう。なるほど、これはもう銀作って、桂馬跳ねますか。どうせ狙われるなら桂馬跳ねときましょう。で歩をついて、まあ、ずっと角が睨んでるので、まあ1分30秒戦えるかなと思ってるんですが、もう一回と金を入る手がある。なんかありそうですね。金打ち、これは大丈夫。これ取らずに金打ちできそうな気がしますね。金打ち、
これはなんかあるぞ。なんかあるぞ、これは。ないか？ないか。ないのか。これを取りたい気持ち。角打って金打ってきたら桂馬を一回打って寄れば金を取ればいいので、そうですね、銀で取ってきたら30秒角が鳴るで金を打ってこれもなって、それでどうですか。これは詰みかな。よし、よかったやんね。よかった、ありがとうございました。